帽子かぶる。本当だ。ちっこい帽子かぶってる。行きましょうか。本当から来てるまでに。大丈夫でしょ。あ、先行きたい。あ、先行く？あ、先行きたい。うん。探検隊だから。ご飯が食べたいよ。ね、ゴルシ。この赤いのいいね。おっと、結構これ急だね。はい、ここで待つか。よいしょ。あ、はい、すいません。ありがとうございます。ここは結構体力使う道だから、初めはね。うん、頑張ろう頑張ろう。よいしょ。でもね、もう結構ここで近道になるからさ。結構遠かったよな、でも。草戸から高尾まで。ここはしょうがないと思う。ここが上がっちゃえばちょっと楽になるから。ただすぐだった気がした、これ。この道楽だよね。綺麗だね。うん、持ってようかな。よいしょ。帽子かぶろうかな。
それは来たらって言うと、すぐあの、そこはない。あ、いえいえ。じゃあ、いえいえ、大丈夫です。これ半袖行こうかな。暑い、半袖、長袖はきつい。上はね、きつい。下は別にこの間違ったヒートテックでもいいけど、上は無理だわ。ここを登り切っちゃえばもうちょいなんでね。あそこでもうなんか登り切った感じするけどね。なんか見晴らしい場所とかね。うん。はあ。うん。なんかお経唱えてなかった？お経唱える声聞こえた。あ、本当？いい。まあいいや。まだありましたね。なんかコンクリートのところとかあって気がしたけど、なくなったのかな。ここでだいぶ落ち着くかな。そんなことはなかった。すんげえ自然いいな。暑い。あった、コンクリゾーン。コンクリゾーンが来たよ。あそこまで行くと登り切ったって感じがするよね。うん。じゃあ、あ、分岐点見えてきたぞ。分岐点が。疲れたね。俺も疲れた。俺も疲れちゃった。うん。いや、ここね、疲れると思うよ。しょっぱなからこう、なんか、トルクを上げていくみたいな道だもん。まあ、あの、くねくねゾーンよりかはマシだよ。よし、あともうちょいで分岐点入るよ。飯をどこで食うかだな。
草と。でも早いよな。暑い。ああ、四分岐点来た。梅の木塀。こっちですね。ねえ、草と山はこっちです。疲れたよ、俺も。相当来たよ。これもうあそこまで行っちゃうか、まずは。あ、いいよ。結構あるからね。いや、しんどいと思うよ、だいぶ。よいしょ。こんにちは。すいません、ありがとう。じゃあ。まあ、高尾はもう、あれ、なんだろうな。楽しみかな。失礼します。じゃあ高はもう、今日すごい人だと思うよ。あ、おにぎりなくなるとは思わなかったよ。パンもなかったしな。いや、だから安いおにぎりっていうかね、もう食べねえだろってやつしかなかった。俺みたいな変人じゃない限りは食べねえだろってやつしかなかったよ、おにぎり。だって塩むすびでさえなかったもん。あの味噌っぽいのは出てよかったけど。なんだこれ。ああ、木か。木じゃねえ、石か。これ確か一箇所見晴らし台みたいなやつあったよね。で、草と山だよね。どうする、見晴らし台別に休まなくてもいいね。休みたい。俺も草と山まで一気にパーッと行っちゃうかなと思ってたけど。これ右から行っちゃうか。よいしょ。写真だけ撮ってく。写真だけ撮ってく。透明のところにレンズがある。分岐のあれだけ撮ってく。分岐の分岐、うん、立てて。
してこのこれさただの丸太の上に座ってる状態だから立ち上がるの危ない。じゃあ行きましょうかね。ぼちぼちに。うん。オッケー。草津山ですよ。あ、聞こえてないよね。聞こえてた。手捕まりたい。これ捕まるの意外にないよね。左から行けば。遠慮せずに捕まったぞ。行こうかな。どちらも行けると思うけど。ただただ崖だから怖いね。こっちにしましょう。嘘。マジで見たかった。よく見つけた。ああそういうの。あれ？マイマイかぶりに食べられちゃった、食べられちゃったみたいな。あの、みなしごハッチじゃなくて、トラウマシーン。あ、そんなことあるんだ。なるほどね。これ少年の家だっけ。あ、青年の家かな。青少年の家、青少年センターね。未だに俺も分からん。ここ気持ちよさそうな道だよね。まあ、ね、降りないけど。うん。あ、どうしようかな。ここで待ってようかな。ここで待ってよ。登って降りるとか意味わかんないですけど。え、登ったのにさ、また降りちゃった。うん。よいしょ。もう山頂でしょ、ここ行けば。うん。うん、そう、迂回艇近道ゾーンからちょっと近く。ルートは辛いよ。正規ルートっていうか高尾山口駅の。あ、どっちでもいいよ。
ヒグマの。子グマ。ぬいぐるみですわんよみたいな。白熊ちゃんって。おじちゃんの集団に。もうちょっとちっちゃい洋風の子グマが来たと思ってる。まあね。あ、まだあったわ、ごめん。ちょぼちょぼあるか。まあでもほぼほぼ山頂みたいなもんだと思う。ちょうど良くなってきて俺むしろね、ね、あ、こっち？こっち、ね、この前、あ、もうちょっと先か、もうちょっと先のところを右曲がると、あそこの近道論じゃない石油となるのか、あのキャンプ場のところ、そうだよね。あ、いいよ全然。中にはいないっしょ。今いないかも。今寝てるかもしれないし。見えないね、さすがに。まあいいや。あ、右に乗り出したんです。ぬぐるみが動いた。林の町いいね、ここ。うわ、あれだ、山頂。草手山はいいね。そこで食うか。多分ここね、草手山は混んでると思う、俺の予想。リジャシートあるから、うん。ただちょっと見晴らし台だけとかみたいな。あ、そこに。うん。僕だけで何とか登ると。うん。たまたま見つけたんだよなあれ。あ、なんかみんないい道通ってるっつって。こういう発見が楽しいよね。登山してると。うん、全然来てないよ。なんか来た道振り返って飛んの好き。ああ、分かる気がする。明日はどこ行こうかな。草手山、草手山登るんだよなこれから。うん、何が？でもさっき止まってて横切った人見て、うん、マジかと思って。え？俺止まってたじゃん、降りてくるから。うん、横からフーって行った人を見て、あ、マジかと思って。おじさんちょっと戸惑ってたじゃん、どこ行こうっつって。どのおじさん？え、さっき俺さ、右の方に止まってたじゃん、ここに。どこなの？クマって言った人？違う、それより前、手前の方でさ、右の方に止まってたじゃん俺。まさか追い抜かしていくと思うの？もっと止まんだよぐらいの勢いに。いや、待ってあげなよ。ケースバイケースだから。そうそう。え、あのおじさん止まってんだったら、じゃあ俺今度止まってやろうって意思だったのね、俺ね。譲り合いついてない。ない。あの、お互いが危なくないとこだったらみたいな、ね。そうそう。マジかと思ったもん。え、行くの？と思った。で、おじさんすげえ戸惑ってたじゃん。うわーみたいな感じ。というわけで、ここを登り切れば山頂なんで、いや、階段やだやっぱ階段やだね、こういうツルツルゾーンが一番いいよ。うん、あ、これ滑りそう。
滑るなこれ。